ハレリア、エリミキッズへようこそ。皆さん、お元気でしたか？私は朝と夕方に犬の散歩をしてるんですが、近くの公園にどんぐりがたくさん落ちてるのを見ました。これで子どもの頃、どんぐりごまを作って遊びましたね。皆さんはどうですか？さて、今日の聖書のお話はサウル王に続くダビデという人のお話ですよ。お話の前に一曲賛美しましょうね。今日の賛美は両手いっぱいの愛、両手いっぱいの愛です。今日のお話の題は、神様に委ねたダビデです。ダビデは少年の頃、敵の巨人ゴリアテを倒したことで有名なあのダビデのことです。ところがダビデはサウル王から殺されそうになってね、逃げなければなりません。ダビデは何も悪いことをしていないのに、どうしてでしょう。サウル王はね、ダビデが人気者になって憎らしくなったの。そして自分の王の位を取られるんじゃないかと心配になってね、ダビデの命を奪おうと探し回るようになったの。ダビデは本当に何も悪いことをしていないし、真面目にサウル王に仕えていたのにね。ダビデは一体どんな気持ちで逃げ回っていたことでしょう。命を狙われるのはとても辛かったでしょうね。そんなダビデに600人の味方、仲間ができました。ダビデたちは岩がゴロゴロしている荒野を走って逃げ、夜は洞穴の中で眠りました。ある日、サウル王はダビデを探し出して殺そうと3000人の兵隊を連れてやってきました。そしてサウル王がすぐ近くまで迫ってきたことがダビデに知らされました。ダビデは仲間を連れて夜にですね、そっと様子を見に行きました。なんとサウル王たちはテントを張ってみんな眠っているではありませんか。ダビデたちはそっとサウル王のテントの中に潜り込みました。サウル王はぐっすり眠っていて、王の槍がその枕元の地面に突き刺してありました。ダビデの家来が言いました。今こそチャンスです。あの槍でサウル王をやっつけてしまいましょう。するとダビデは、そんなことをしてはいけない、
神様にすべてをお任せしようと。そこでダビデはサウルの枕元の槍と水差しだけを持ってそっと外に出ました。神様が守ってくださったので誰にも見つかりませんでした。ダビデは離れた山の上に立つと大声でテントに向かって叫びました。おーい、何者かがテントに忍び込んだぞ。サウル王の家来たちは飛び起きました。誰の声だ、何者だとびっくりして周りを見回しています。ダビデは答えました。お前たちはなぜ王様を守っていなかったのだ。王様の枕元にあった槍と水差しがどこにあるか見てみろ。その声を聞いてサウル王が目を覚まして出てきました。ああ、この声はダビデ、お前なのかと声のする方に向かって呼びかけました。はい、王様、私ですとダビデは答えました。王様、なぜ私を追いかけてくるのですか。私が王様の位を狙っていると思っているのですか。王様、ここにあなたの枕元にあった槍があります。私はあなたが寝ている時にこの槍で王様あなたの命を奪うこともできました。でもそんなつもりはありません。神様がすべてご存知ですから。私は神様に選ばれた王様の命を大切に思っています。それを聞いたサウル王は言いました。ダビデよ、私が間違っていた。もうお前の命を狙うことはない。こうしてサウル王はたくさんの兵隊たちを連れて自分のお城に帰っていきました。今日の聖書のお話はここまでです。どうでしたか。ではいつもの丸バツクイズを出しますね。用意はいいですか。第1問、ダビデは悪いことをしたので逃げていた。ダビデは悪いことをしたので逃げていた。丸かバツか。答えはバツ。サウル王はダビデの人気がすごいので自分の王様の座を取られてしまうのではないかと恐れたんでしたね。第2問、ダビデは寝ているサウル王の槍と水差しを取ってテントを出た。ダビデは寝ているサウル王の槍と水差しを取ってテントを出た。丸かバツか。答えは丸。槍で刺しましょうと一緒にいた家来が言ったけれどそうしなかったのですよね。ダビデはサウル王を殺す気持ちはなかったのでした。第3問、ダビデは仕返しをしないで神様にお任せした。ダビデは仕返しをしないで神様にお任せした。丸かバツか。答えは丸。サウル王は神様に選ばれた王様なので自分が仕返しすることは神様に逆らうことだと思って神様にお任せしたんでしたね。皆さんは誰かに仕返ししたいと思ったことはありますか。自分が人から嫌なことをされたら誰でもやり返したいと思うでしょうね。ダビデは自分で仕返ししないで神様の手に委ねましたね。皆さんは人から傷つけられた時、ひどいことをされた時、どうしたらいいでしょう。はい、正しい裁きをしてくださる神様にお委ねしましょう。
神様は皆さんのことすべてをご存知だからです。もちろん嫌なことをされたら嫌だってはっきり言いましょうね。それでもダメな時は友達や家族に相談しましょう。ダビデは辛い時いつも神様にお祈りしました。私たちも愛してくださる神様は生きとられますよ。イエス様を十字架にお付けになるほど私たちを愛してくださる神様です。その正しい裁きをしてくださる神様を信じて祈りましょうね。さあ、今日の暗唱聖句はこれです。一緒に読みましょう。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。ローマ人への手紙12章21節。ぜひ覚えてくださいね。最後にお祈りをしましょう。後から続けて言ってください。愛する天のお父様、いつも愛し守ってくださってありがとうございます。何か嫌なことをされたりやり返したくなった時、神様にお任せすることができますように。悩んでる友達がいたらその人と一緒に祈ることができますように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございます。また来月この YouTube でお会いしましょう。急に寒くなってきました。風邪などひかないでね。お友達と仲良く元気いっぱい遊んでください。ではね。じゃあね。Bye-bye.